皆さんこんにちは。ニュースピックス編集部の中川です。この時間はニュースピックスの記者が独自の視点で各業界のビジネスと将来について見ていきます。今回扱うのはメディア・エンタメ業界です。それでは記者の見方スタートです。それでは動画版業界地図記者の見方メディア・エンタメ業界を見ていきましょう。その前に、自己紹介をさせていただきます。私はニュースピックス編集部の中川と申します。2022年10月にニュースピックスに入社しました。国内外のテクノロジー企業やスタートアップを主に担当しています。その前は、経済の出版社で約10年間記者編集者として勤務していました。アジェンダが2つございます。まず1つ目が稼ぎ方で見るメディア・エンタメ業界、そして2つ目が3年後のメディア・エンタメ業界を予言します。それではまず、パート1からいってみましょう。はい、稼ぎ方で見るメディア・エンタメ業界、メディア・エンタメ業界と一口に言っても様々なプレイヤーがいるんですけれども、その中でも多くの就活生の方々が興味を持たれていると思うのがテレビ局だと思います。で、テレビ局ってどう稼いでるんでしょう。例の一つとして TBS テレビを見ていきます。テレビ局は大半の収益を CM、 つまり広告から稼いでいます。で、現にこの TBS テレビもテレビ広告の売り上げが7割を占めています。ただこの割合っていうのも以前よりだいぶ縮まっているんですね。というのも日本の広告費を見ていくと今一番伸びているのがやっぱりインターネット広告なんですね。で、2019年に地上波テレビの広告費っていうのをインターネット広告費が抜きました。で、ずっとですねテレビ広告費っていうのは下がり続けているんですけれども、で、それでやっぱりテレビの収入の内訳を見てもテレビ広告の収入の割合がどんどん下がってるんですね。ただテレビ局もそのままでいいっていうふうには思っていなくて、CM 以外の収入も稼ごうとしていて、かなり多様化を始めています。で、その一つが配信、動画配信ですね。最近 TVer、 これ実際見る方も多いと思うんですけども、ここで配信される広告だとか、あとはNetflix だとかで番組の配信、こうテレビでやった番組がドラマとかバラエティだとかが Netflix だとか Hulu とか、ああいう動画配信のサービスで流れていることもあると思います。こういう外部配信で得る収入っていうのも結構多いんですね。で、あとはアニメだとか映画、そういったところでも稼ぎますし、不動産だとかそのテレビ局の周辺の不動産を開発をして稼いでるっていう例もあります。あとはコンテンツ以外にも小売りだとか教育事業とかいろいろな多角化を模索して試行錯誤を続けながら収益の拡大を目指しているっていうところですね。なので単純にテレビ番組で視聴率を稼いで CM でしっかり収入を得るっていう、そういう単純なモデルでもなくなってきていて、単にその番組を作る人とかっていうだけじゃなくて、かなりそのいろいろな形でコンテンツをビジネスに変えていくような人材が求められているんだろうと思います。さあ、続いて出版社です。で、この出版社というのもこのエンタメの中でかなり鍵となるプレイヤーにはなるんですけれども、一昔前と相当姿が変わっています。で、出版社といえば本を作っている会社、漫画を作っている会社っていうイメージが強いと思うんですけども、もちろんその書籍だったり雑誌だったりコミックスっていうのは売り上げの多くを未だに占めてはいるんですけれども、ここで集英社の売り上げ構成を出しているんですが、注目していただきたいのがこの版権というのが漫画の版権なわけですね。で、この漫画を原作にしていろいろなアニメだとか、実写の映画だったりグッズ販売だったりっていうのが広がっていて、ここの原作使用料っていうのですごく稼いでいます。例えば集英社はワンピースとか鬼滅の刃、あるいは推しの子みたいなところの作品が全て集英社初なんですけれども、こういった作品を生み出してそこからいろいろな形で収入を得る、そういったビジネスモデルに変わり始めています。さあ、続いて広告代理店です。こちらも就活生の皆さん結構人気の就職先だと思うんですけれども、やっぱりそれだけのコンテンツの形が変わっている
っていうのはテレビと出版社のところでお話ししましたけれども、まあ、コンテンツの形が変わればそれだけそのメディアの形が変わり、そこでこう配信だとか出稿する広告の形も変わってきてるんですね。で、先ほどお話しした通りテレビ広告っていうのがどんどん下がっていて、代わりにネット広告が勢いを増しています。で、ここで電通グループ の国内の利上げ構成を見ていくんですけれども、業界全体ではネット広告がテレビを追い抜いたんですが、まあ、電通は歴史的にテレビが強いので未だにテレビが最大の売上を占めています。まあ、とは言ってもインターネットもこれだけのところに迫っていて、4つのマスメディアっていうのがあるんですけども、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ここに関してはテレビ以外のところはかなり縮まっていて、その分をネットで稼いだりとか、あとはもう広告って言っても単にそのメディアにバンとこうビジュアルと分かりやすいキャッチコピーのついた広告、あるいはその映像で CM したりとかっていう、そういう分かりやすい形だけじゃなくなってるんですね。やっぱりマーケティングの形っていろいろあって、スポンサードの動画を作ったりとか、あるいはそのインフルエンサーを起用したマーケティングをやったりだとか、そのスポンサーを募って、映画を作ったりとか、いろいろな形があるわけですけれども、それだけ広告代理店の収益の取り方っていうのも多様化しているんですね。で、明らかにやっぱり競争軸はネットに移っていて、この電通の中ではテレビが一番大きいですけれども、もはや電通のライバルは博報堂ではなくてサイバーエージェントという会社、これはネット広告の最大の代理店ですけれども、そういった競争軸に移っていたりします。単純に広告を流すだけじゃなくて、その先ほど言ったようにいろんなマーケティングの手法がある中で、じゃあ企業はどういうふうにマーケティングをしていったらいいんだろうって、悩んでるんですよね。で、ひいてはそのどういうマーケティングをしたらいいんだじゃなくて、その手前のどういう経営戦略を取ったらいいんだっていうところまで相談に乗るようになっていて、コンサル的な仕事も増えています。そこでこう最近は電通が例えばアクセンチュアとライバル関係になっていて、アクセンチュアはコンサル的なところからどんどんマーケティング的な分野に入ってきてて、就活生の皆さんの間でもその併願先みたいになっていたりってことも聞きますし、実際に事業でもコンペでぶつかるなんてこともよく聞いています。メディア・エンタメ業界の、3つの業界見てきましたけれども、これらの3年後どうなっていくかを見ていきたいと思います。まずテレビ業界ですね。この一つがテレビのためだけにコンテンツを作る時代は終わるということです。先ほど少しお話ししましたけれども、そのテレビで流した番組をその Netflix だとか、その Unext とか Hulu だとか、そういう動画配信サービスで流すっていう風な流れっていうのが加速してますけれども、もはやですね、別にテレビで流したものを横流しするだけじゃなくて、もうそのままそういうグローバルの動画配信プラットフォームにその配信するコンテンツを最初からその動画配信専用のコンテンツを作っていくっていう時代に変わりつつあるんだと思います。その象徴が先ほども TBS テレビのお話をしましたけれども、TBS は最近そういう Netflix だとかグローバルの配信プラットフォーム向けのコンテンツを作る専門の会社を作ったんですね。300億円ぐらい予算を投じているんですけれども、今和の国のアリスっていうネットフリックスの作品、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、そこを作ったプロデューサーだとかが参画をして、そういう多額の予算をかけて、グローバルに勝負できるコンテンツを作っていこうということなんですね。そういうこともあって、やっぱりキーワードはデジタルとグローバルになるんだと思います。もはやそのテレビの電波に乗せてなんていう言葉もよく言ってましたけども、全てネットが中心になってきているんだろうなと思いますし、実際TVer だとかでは今までは見逃し配信だったのがどんどんリアルタイム配信みたいなのをやっていたりとか、あるいはグローバルってところで言うと、やっぱり出版社と同じくそのテレビ局もアニメ制作だとかをしているので、そういったその IP コンテンツのグローバル展開っていうことも打ち出し始めてますし、先ほど言った動画配信向けのコンテンツっていうのも、ああいったものは最初からグローバルで勝負できるっていうことなので、日本のドメドメな会社ではいられないっていうところだと思います。そこに追いついていけるのかいけないのかで、業界の中でも勝負は分かれ目になってくるのかなと思います。続いて出版業界がどうなる。
まあ、これも先ほどの話からある程度明らかだとは思うんですけれども、まあ、版権の収入があれだけ割合を占めるようになってきたっていうところで、あの漫画だとかの IP を持つ会社が今後やっぱり生き残っていくんじゃないかと思います。まあ、集英社はやっぱりその最たる例だと思ってまして、やっぱりああいった漫画のヒット作品が出たことで、あの過去最高益になったりとか、あの社員には結構大きなボーナスが出たりといった話が出てきたりしていました。その IP を持っているっていうのはやっぱり三大出版社、講談社、集英社、小学館といった会社だったり、まあ、他にもそういう会社ありますけれども、その IP の展開をどう描けるかみたいなところがあの勝負になってきますし、そういった人材っていうのが求められてくるんだと思います。まあ一昔前は例えば小説が好きだとか、分厚い参考書とかが好きだとか、辞書が好きとか、なんかそういう人が出版社に行くっていうようなイメージがあったと思うんですけれども、まあ、もはやそういう、まあ、本っていうのもメディアの一つでしかないので、それに限らずそのコンテンツ、エンタメが好きっていう人たちの、まあ、集まりになっていくんじゃないかと思います。ある種なんでしょう、その一つのメディアの形にとらわれないような考え方ができる人っていうのが求められてくるのかなと思います。そして、最後、広告業界ですね。こちらもどうなっていくかっていうと、まあ、先ほどその単純なあのビジュアルがあってキャッチコピーがあってっていう広告、いわゆる広告っていうのはもう古くなってきてるよっていう、これはつまりですね、まあ、昔から広告代理店っていうのは、まあ、新聞の広告の欄、雑誌の広告の欄、あるいはテレビの CM の枠、ここの、まあ、いわゆるブローカー的なビジネスをしてきたわけですね。メディアのメディアから枠を買って、その買った枠を広告主となる、まあ、いろいろなメーカーだとか、そういった会社に売っていく、そういう、まあ、つないでいたわけですよね。まあ、そこの間で、まあ、つないでるだけじゃそんなに価値は出せないので、コピーライターがいますよとか、クリエイティブディレクターいますよとか、キャスティングしますよとか、まあ、いろいろなビジネスが生まれてきたわけですけれども、もうそこだけに安住できないという業界になってきたんじゃないかと思います。そこから広告以外にもいろいろな手段に広がるマーケティングの御用聞き的存在になってきたということですね。やっぱりその、まあ、ネット、そのデジタル広告、ネット広告っていうのが進んできて、一口にネット広告って言っても、その単純になんか広告の枠があってそこを買い取ってみたいなものっていうのは、まあ、ごく少数なんですよね。バナーの広告もあれば、その検索のテキストの広告もあれば、あの YouTube みたいな動画広告もあれば、で動画にしたってその長い尺もあれば、その TikTok みたいな短尺動画もあればとか、いろいろな形があって、じゃあそれをそのどういう戦略で出し分けていくのかとか、その効果っていうのをどうやって見極めてどういうふうに分析していくかとか、まあ、そういった御用聞きみたいなことをやってきたと思います。まあ、ただ、まあ、そういう御用聞き的な存在っていうのも、まあ、たくさん生まれたわけですよ。たくさんのプレイヤーがそこにも生まれてきて、まあ、競争も激しくなってきたわけで、まあ、大手のになれば、あの広告代理店の大手になればなるほど、よりじゃあもっといわゆるなんか上流と言いますけれども、その単純にその作った商品のどう宣伝するかじゃなくて、新しい商品を生み出すためにどういう戦略を立てたらいいか、そもそもどういう商品が必要なのかっていう戦略を立てるところまで、あのどんどん上流に上っていったっていう形なんです。でこれがそのコンサル化を生んでいて、例えば電通だとかも、もうあの戦略コンサルティングのビジネスをどんどん大きくしていく、そういう事業の責任者が社長になったりしていますし、逆にその先ほども言いましたけども、アクセンチュアみたいなコンサル会社がマーケティングの分野に入り込んで、あのクリエイティブの会社を買ったり、 PR の会社を日本でも買ったりとか、そういった動きが生まれているんですね。どんどんその業界の垣根っていうのが溶けていっている、そんな時代に入っていっているのかなと思います。以上で記者の見方、メディア・エンタメ業界編を終わります。ありがとうございました。